捉え方によってはそうかもしれませんね。まあそうなるべく我々も努力しなきゃいけないのかなとも思いますね。VTR の中にもありましたが、地球っていうのはちっぽけな天体なので、そうそう、そういう意味では的が小さいんで、いろんなものがぶつかってくる可能性って非常に低いんですけれど、それでも宇宙には隕石がたくさん大なり小なり転がっていて、それがビュンビュン飛んでるわけですね。そういったものがぶつかってくる可能性はゼロではない。そういうものに対して危ない隕石小惑星を捉えてカタログを作って、ぶつかってくる来ないっていうのを判定するっていうような地道な作業っていうのは、おそらく知的文明が続く限りやらなければいけないことでしょうね。で、いざそういうものがぶつかってくるって分かった時に、じゃあ現在の科学技術を駆使してどう回避するかっていうことの研究もやっぱりこれは必要なんだと思います。で、これは多分1万年2万年というそういうタイムスケールで考えなきゃいけないことですから、直近の10年20年でできることでは多分なくて、そういった長いタイムスケールで物事を考えていく必要があるし、多分天文学しかそれはできないことだと思いますね。あるいは太陽の活動がどうなるかっていうのは、太陽の近代的な観測が始まってたかだかまだ100年なんですね。太陽活動によって地球の環境は非常に大きく変動することは明らかですので、今後の太陽活動をどう予測するか、その影響をどう正しく予測していくかっていうのは、我々まだ天文学者頑張んなきゃいけないことがいっぱいありますね。はい。太陽活動は実は11年ごとに元気になったり静かになったりするんですが、17世紀にずっと太陽活動が静かな時期がありました。この時地球が冷えたことは実は確かなんですね。ですのでこういうことが起きるかどうかっていうのは実はわからないんですが、現在の太陽、2013年までの太陽活動を見てると、その太陽活動の周期がおかしくなっていて、それは太陽が静かになってしまう前兆だと考える科学者もいます。ですので今後太陽活動が長期にわたって静かになると、地球に影響がやはり17世紀のように出てもおかしくはないと思いますね。まだまだその経験が少ない、我々そういったデータを持ってから日が浅いっていうその難しさ、予想に対しての難しさはありますので、確定的なことは言えませんけれども、太陽活動は今ちょっと通常とは異なる振る舞いを示していることは確かですね。希望的に言えば数十万年から100万年ぐらいはね、我々人類という種族が、文化的な生活を、持続可能な範囲でしてくれるといいなとは思います。はい。で、それが多分我々はまだまだ宇宙の中で芽生えた知的生命体としてはもう本当に赤ちゃんなんですよ。
技術的にも未熟だし、科学的にもまだ宇宙のほんの一部を解き明かしたにすぎません。これはもう少し将来世代がそれをどん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 こう解き明かして、持続可能な世界を作っていってくれれば、まあ 100万年ぐらいはですね、持つんじゃないかなと思いたいですね。そうですね、天文学者は 天体のことをもちろん調べて宇宙の謎を解いていくというのが第一義的な使命ですけれども、やっぱり人類にとって挙手的な視点を皆さんに持ってもらうっていう使命があるんじゃないかと思います。やはり宇宙という一番雄大な時間軸、空間軸を持った世界を扱ってますから、天文学者のもうすぐっていうのはそれこそ1万年10万年100万年の世界なんですね。でそういう視点から見れば、例えば、地球の上で今起こっていることが、非常に幼稚に見えたりすることが時々あるんですけれども、そういったその視点、グローバルな視点、宇宙的視野で、物事を考えていくっていうのがおそらくこの地球の将来には必要なんじゃないかと思います。それを少しでも宗教や、思想といったものではなくですね、科学というものを通して、科学的な考え方として皆さんに持ってもらうっていうのは天文学者のもしかしたら使命なのかもしれませんね。ありがとうございました。番組の収録はこれで以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、はい、今日の番組収録いかがだったでしょうか。何かご意見等あればお聞きしたいなと。いや、なんつうのかな、面白かったですね。非常にありがたい、ちょっと誤解してるコメントもあったような気がするんですが、皆さん僕が今今までは、研究者としてやってきたこともあるんですけれども、こういう形で研究者の時間を使ってですね、やったことに対して皆さんがこう理解していただいて、好意的に見てくれるっていうのは非常に、私としてはありがたいと思いますね。ありがとうございました。